岩手ワンコ広報室。今週のテーマはライフステージに応じた若者への住宅支援、暮らしやすい岩手県に。人口減少や少子高齢化が進む今、若者の自立と県内への定着や移住を促進することが大切です。そのためには若い皆さんが生活の基盤となる住宅を確保し、自らのライフプランを作っていく必要があります。そこで県は就職や結婚、子育てなどのライフステージに応じて若者が岩手県に住むことを資金面で応援し、県内在住の方はもちろん UI ターン就職者に向けて住宅支援を行っています。こんにちは、岩手県知事の達祖拓也です。県で一番面積が広い岩手県は、若い皆さんが生活し子育てをする絶好の環境があります。岩手県は若い皆さんが岩手に住むことを資金面で応援します。住宅購入やリフォームで県産木材を利用すれば最大100万円支援します。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県から岩手に移住する方には移住経費を最大100万円補助します。新婚のカップルが岩手県内の新居に引っ越す場合、最大60万円助成します。空き家を購入する場合、最大30万円助成します。 Wi-Fi がある県営の集合住宅を低廉な家賃で賃貸します。海、山、町、村、岩手の好きな場所から住むところを選んでください。岩手ですくすく子供を育てましょう。ライフステージに応じた若者への住宅支援については県の専用ページで詳しく紹介していますのでご覧ください。県は若者の皆さんの岩手での暮らしを応援していきます。岩手ワンコ広報室、来週も見てね。